コブナグサは単子用植物稲かコブナグサ族の植物。小柄で幅広く短い葉が特徴的である。やや湿ったところに生える一年草で、田畑などにごく普通に見かけるものである。名前の由来は葉の形が幅広いのを船に見立てたことからのものらしい。大きな群落を作ることがよくある。茎は地表をよく生い、よく枝分かれして、節ごとに根を下ろす。 古服する茎のあちこちから直立する茎を出し、高さは3 0トルからよく伸びれば5 0トルまで多数の葉をつける。葉は、基部が、幼少になり、先端の葉は、幅の広い楕円型で、基部はハート型に茎を抱く。幼少は緑色、やや硬くて、艶があり、円は縮んだように波打つ。幼少と幼少の基部には荒い毛が多数出る。夏以降に花をつける。 花は直立する茎の先端からさらに抜け出し、その先端に数本の枝がほぼとの平状に分かれた形のものである。ただし、それぞれの枝には、コボが密着するようにつき、それぞれの枝はあまり広がらずに上に伸びるので、棒状のほが束になったように見える。コボは薄い緑色のものから紫を強く帯びるものまで様々。細いのが出ることが多い。湿ったところに多く、 水田の周辺や溝などでは大きな集団を作ることがよくある。畑や道端にもよく出現する。北海道から琉球列島までごく普通に見られる。国外では朝鮮、中国から東南アジア、オーストラリアまで分布し、北、アメリカには帰化している。この類のコボは構造は単純ながら成り立ちはなかなか複雑である。まず、 本来は二つのコボが体になって生じたもののようである。しかし実際には一つのコボしか見えない。これは体になる夕柄の第一コボは、ほぼ完全に体化して、第二コボの根元に小さな輪片の形で残っているだけのためである。第二コボは柄がなく、左右からやや扁平な皮心型で、長さ3から8ミリメートル、緑色で、時に紫を帯びる。 外面をほとんど覆っているのは第一方栄で厚みがあって脈が何本も走っている。第二方栄は第一方栄の内側に包まれており、ほぼ同じ形だが膜質で透明、脈は一本のみ。それらの内側には二つの小花があるが、第一小花は輪辺を残して、大価、第二小花には両性が揃っている。第二小花の森栄と内栄はどちらも膜質透明で、 長さ2ト、mm、ルまで。内栄はなくなっている場合もある。森栄の背面基部からは長いのぎが出る。一般的にはごくありふれた雑草とみなされている。しかし、伊豆諸島の八丈寺までは、この草を染料として用いている。前草を煎じて染めたものは木八丈と呼ばれる。当地ではこの草のことを、狩リやスと呼んでいるは、すス,スキ族の植物であり別のものである。 そのための栽培も行われているという。コブナグサ族は南アジアから東アジア、北、アメリカに約15種があるが、日本には本種の実が分布する。それ以外の群では、チジミザサ、チゴザサ、ササガヤなどのササの養生の葉を持つ小型ナイネカのものが比較的よく似ている。本が出ていれば区別は簡単であるが、特にこの種の場合、 養心の基部が大きく茎を抱く点を注意すれば区別しやすい。ありがとうございます。